稲崎型旧テカンは、日本海軍の旧テカン、同系艦4隻。旧テカンとして冷凍品や生カテ品の運搬のほか、魚場で直接魚を買い付け、冷凍して艦隊に供給する要望があった。1938年10月将棋の品事編に関連する第3次戦備促進で、小型冷凍船2隻の補充が要望され、 昭和14年度臨時軍事費で一隻157万4千円、二隻合計314万7千円の予算が成立している。小型冷凍船との比較検討のため、一隻は艦型を戦闘型に拡大した中型冷凍船となった。中型冷凍船の交渉第4006号は昭和14年度の雑船費で建造され、 1940年雑益船として、竣工、直後に、南進と改名している。両食搭載量が小型冷凍船の約2倍あり、こちらが適当とされ、1940年に決定した、吸水セル、世界情勢に即応する船備促進要領で3隻が追加された。昭和16年度臨時軍事費での予算は1隻211万円。 三隻合計633万円だった。多種類の漁食を積むマミやイラゴとは異なり、冷凍漁食や生鮮品に特化した缶としたので、冷凍庫を持つ塩洋漁船タイプの缶型となった。船体は低深省の光線構造規定に準拠し、船首楼と船橋楼を持つ一層パ板型である。戦争は環境前にあり、内部を仕切って12個、 卵果物粉、魚肉粉、野菜粉、氷粉などを設けた。これら冷凍庫の容積は477立方メートルだった。走行は小型の2個があり、全部マストに1トンデリック4本を設け、急速補給に対応した。環境直下の冷却機室に力量5000キロカロリー、自の炭酸ガス式電動冷却機2台を設置。それより後方には士官室や、 兵員室、機械室などがあって戦争はなく、後部マストに、デリックもなかった。兵装は、全部の砲台に8センチメートル広角砲を、設置、13ミリメートル連装機銃は、後部構造物上に設置した。対戦中に13ミリメートル連装機銃は25ミリメートル連装機銃に、乾燥、環境上に13ミリメートル単装機銃2丁を、追加したらしい。 南シムは1942年に雑役船から特務艦に変更となり、ザ崎と改名され、残り三艦は1942年から1943年に特務艦として巡航した。大戦中はもっぱら基地と艦隊艦の輸送に従事した。大戦中にザ崎が戦没、残った三隻は戦後に福音輸送に従事し、その後連合国側に引き渡された。 アメリカに引き渡された、荒崎は、日本に返還された。なお、1942年の改めご計画で、絹崎型7隻の追加建造が計画され、予算も成立したが、すべて建造取り留めとなった。仮称官名は、第5401号艦から第5407号艦で、片切大臣によると予定官名はそれぞれ、清崎、大崎、へさき、 柏崎、呉れ崎、三崎、藤崎だった。ありがとうございます。